から1938年6月12日は明治後期から昭和初期に活躍した小説家・評論家本名虎之介1867年1月27日出和国戦北軍バライタ村にサブロウエモン・斉藤貞の次男として生まれるなお戸籍上の誕生日は慶応2年12月22日だが 中外自身は12月23日、12月24日の2ように記述している。後藤家は元皇族の旧家であったが、父の代に没落していた。1879年、遊学のため、兄と上京するが、明治19年に帰郷1889年再上京し、東京専門学校専修英語科に入学。 その後文学科に転じ、卒業論文に山田美妙、尾崎公用、高田露伴を論じる。1894年に卒業後は、坪内逍遥の水盤により、早稲田文学違法欄の記者となり、1895年、早稲田文学にありのすさびを発表して、文壇デビューを果たした。1897年に、島村宝月、小杉天外、井原生成園。 水谷不動と共に、定友文社を、結成、新著月間を刊行し、評論集、風雲集を強調した。1900年、春陽堂に入社し、新小説編集主任となる。1901年5月、田園文学の実践として、福島県北会津郡稲わ城後半に家を建て、そこから月に1週間ほど上京して、編集の事務に当たるという生活を、 1907年10月、鎌倉に移り住むまで続けた。新小説には、正宗白鳥の、石爆、夏目漱石の、草枕、田山家体の、布団、岩の方面の、短暦などの問題作が掲載された。作家としては、明治30年代前半あたりから、尾崎紅葉、泉京からとの信仰を深め、ありのすさびのような、深刻小説や、政治小説、 不肉団などの社会小説傾向の作風から、県有社風の作風に転じ原文一致による写実文学の潮流には最後まで組みしなかった。1907年、田山家隊が布団を発表すると、非自然主義を書いて、反自然主義の立場を取る。1909年1月、鎌倉から東京市芝区へ転居後、同年2月より、寸鉄という欄を、 新小説に設けて、反自然主義の旗印を掲げ、同年4月には、泉教会や戸張区夫、笹川林風らと、文芸革新会を結成、各地で講演会を模様したが、時代の流れに逆らうにとどまった。1910年、春陽堂を退社して、後は、次第に、文壇から遠ざかった。1914年5月に、 秋田知事社長として、秋田に赴任、秋田市ほどのに居住、翌1915年4月、同社の社長を辞任し、仙北郡六号町を大町に移り住んだ。昭和11年頃の中外1919 19年春には、推挙されて六号町長に就任し、2期8年務めた。この間、東北地方の考古学、私学の研究に没頭し、堀田の木跡に注目。 調査研究に努める。1929年から翌年にかけて、千木郡高梨村、出田作資略図を作成した。1938年6月12日、福島県北会津郡港村の稲わしろ湖畔の別荘で脳卒中により死去。戒名は、幸運院、尺中外。中外の死後、後藤家は、次女の実子の婿である良次郎が継いだ。 文学者としての中外の活動はむね以下の3期に分けられる。家庭小説、ありのすさびで、文壇デビューを果たした後、政治小説、不肉弾を発表するまでの1895年から1900年までの時期。この間、中外は闇のおつつ、誰が罪、思いざめなどを発表して注目され、その一方で、新著月刊を編集し、森王外との 性格論争を含む活発な評論活動を展開した。春陽堂に入社後、稲わしろ湖畔に暮らしながら創作活動を続け、編集に従事した1900年頃から自然主義交流の1907年頃まで。この時期はいわば、剣有者の確証とみなされ、泉強花、国木田ドッポ、徳田修正らの作品を紹介する一方、 鈴木田久金勤や正宗白鳥らの新人を発掘して、新小説黄金時代をもたらした。一方では自ら晩年に表した、明治文壇回顧録で述べるように、思想枠苦乱の時代でもあって、創作上の限界を感じていた時期にあたる。東京専門学校時代からの学友で、文学上のライバルでもあった、島村宝月を強く意識した。 反自然主義を唱えてから春陽道大社までの1907年頃から1910年暮れまでの時期。ヨーロッパ留学から帰国した方月に対して、戦争と劣等感を感じながら、性格の違いもあって、兼優者文学の生き残りのような状況を呈していた。この後小説は散発的にしか書かなくなり、春陽道大社をもって事実上の文学引退とみなすことができる。 中外の戸籍上の青年月日を、ウィキペディア、慶応によって、西暦換算すると、慶応2年12月1日は、グレゴリオ歴1867年1月6日に、当たるため、それに21を足して1月27日となる。明治19年に、中外が、覚書として書いている、自助略伝によれば、慶応2年虎の12月24日になるゆえを、もって、通称虎之助という、 とある。誕生日の日は戸籍には12月22日とあり、また、昭和11年に、史跡保存の功労者として、文部大臣から表彰を受けた時の履歴書には、自ら23日と書いているが、伝えるところでは、カレの中立ち払いの日であったとか、すれば24日が正しいであろう。後藤1967年、P49。 日本近代文学大辞典 1984?P599。論文表題は、三分子の清水を論じて、微妙、紅用、露伴の三作家に及ぶ。後に商用の推薦により、序論と微妙論を公害化し、後半の紅用、露伴論を中心に、微妙、紅用、露伴の三作家を表すとして、早稲田文学に掲載し、明治33年。 風雲集に収録された。村松 1970P41。畑1970年 P33。東京、浜松、宇都宮、宇治山田、三重、名古屋で講演会を催したりした。千葉 1980P63。千葉 1980PP127 から132。五島中外年譜千葉1 9 8 0 p p99 実物図版、後藤良次郎後藤中外 pp 49から53井上高明監修塩谷淳のみ他編秋田人明大辞典秋田勲信奉新報社2000年第2版、p228 ISBN 4から87 0 2 0 2 0 6 9後藤良次郎後藤中外 pp 49から53 日本近代文学大辞典。日本近代文学館編。項目著者。畑実、み1984年10月24日。pp 599から601。60 ISBN40 億6200万9277。はたみのる。ご外。その初期の一断面。pp 24から34。村松貞隆。資料。泉教会一文三編。 pp 40から57五島中外新著月間発行とその環境岩波書店1999年2月 pp 294から307 ISBN 40億311万5821伊藤生海外五島中外 pp 419から421 ISBN 44億8千10万3千6百51徳田修正洋画半生の分断生活 ISBN 48億4069万7千19 191日本大百科全書第9巻項目著者畠たのる小学館1986年5月 P437 ISBN 40億9千526万92 手塚正幸、文芸革新会をめぐる、反自然主義市長、pp80 から92。伊藤聖、日本文壇史14、反自然主義の人たち講談者文芸文庫、1997年2月、pp114 から124。ISBN40 億6197万5544千葉サブロー編、五島中外、目で見る。 その生涯、後藤中外を明らかい1980年10月。岩井博史作家の臨終、母日時典142ページ。後藤良二郎、後藤中外 PP49 から53。ABCD 千葉三郎、後藤中外が分断を退りいた謎。野添健事編、秋田県の不思議事典、PP110 から111。新人物往来者。 2002年11月、ありがとうございます。